ベータ崩壊、ベータ崩壊、ベータ崩壊、ベータデー系とは、放射線として、ベータ線、電子を放出する、放射性崩壊の一種である。後に、ベータ線のみを放出するとすると、ベータ線のエネルギーレベルの連続性を説明できない、ことから、電子、ベータ線と同時に、ニュートリノと呼ばれる粒子も放出する弱い相互作用の、理論として理された。崩壊においては、 中性子が陽子に変化する。中性子が陽子に変化する過程においては、電子が放出され、この放出される電子のことを、β 線、β 線と呼ぶ。β 崩壊には、β 粒子と、反電子ニュートリノを放出する β 崩壊、負の β 崩壊、影電子崩壊、陽電子と、電子ニュートリノを放出する β 崩壊、正の β 崩壊、陽電子崩壊。 軌道電子を原子核に取り込み電子ニュートリノを放出する電子捕獲二重 β 崩壊二重電子捕獲が含まれるいずれのモードで崩壊しても質量数は変化しないつまり β 崩壊は同渋滞を推移する現象である放射性物質の放つ放射線はヘリウム原子核である α 線、α 線電子である β 線、β 線 波長の非常に短い電磁波であるガンマ線、ガンマ線からなる。ところで、アルファ線とガンマ線のエネルギー分布は常に理算的な値を示すが、ベータ線だけはなぜかそのエネルギー分布は連続的な値を示す。この不可解なベータ線の連続的なエネルギーレベルを説明するために、ベータ崩壊の理論が探索された。まず、ベータ崩壊をする原子核は、 量子力学における状態として連続的な状態を取ると考えられたが、ベータ崩壊をする原子核の放出するアルファ線やガンマ線はやはり理算的なものであったことか否定された。次に、はじめはアルファ線やガンマ線と同一のエネルギーレベルで放出されたベータ線が二次的に散乱されたり、 吸収されるため連続的な値を取るのではないかと予想されたが、エリスとウースターによって否定された1927年。ボルフガング・パウリは、新粒子の存在を仮定すれば、ベータ崩壊の連続エネルギー分布が説明できることを指摘した。すなわち、ベータ崩壊においては、電子と一緒に何か普通の方法では観測できない。 未知の粒子がもう一つ放出されており、β 崩壊の前後における原子核のエネルギーの差は、電子とこの新粒子との間に分けられているため、β 線、電子のエネルギーは0から、ある一定値までの連続的な任意の値を取るのではないかとした1931年。これに対して、ニールス・ボアは1934年に、β 崩壊のような原子核の内部の現象は、 原子スペクトルなどとは違って、もっと程度の高い本質的に新しい物理学の範囲に属するから、必ずしもエネルギー保存則は厳密にも成り立たなくてもよいという仮説を提出し、パウリの新流施設に反対したエネルギー非保存仮説。しかしながら、その後このボーアのエネルギー非保存仮説は、実験及び理論の両面から、その矛盾が指摘され、結局、 パウリの侵流施設が優勢となった。そのパウリの侵流詞はニュートリのニュートリの中性保護と名付けられ、ベータ崩壊の理論、弱い相互作用の理論建設の端緒となった。エネルギー保存則の観点から見ると、ベータ崩壊及び電子捕獲は、ヨーコの静止質量938.27メブが中性子の静止質量939.57。 メブよりも小さいため、真空中では本来発生し得ない事象である。この陽子と中性子の静止質量差よりも、崩壊前後の結合エネルギーの差が大きい、窮地が正である。各種のみ、これらの反応が起こり得る。各種ベータ崩壊のメカニズムを記す。中性子が、電子、ベータ粒子と、反電子ニュートリノを放出して、陽子になる現象。単に、 ベータ崩壊といった場合これを指す。一般的に中性子過剰核、すなわち安定同位体よりも中性子の多い各種、ベータ崩壊が発生する。クオークのレベル、渦参照では次のように表される。原子核内で起こった場合、原子番号が一つ大きい元素に変化する。陽子が陽電子、ベータ粒子と電子ニュートリノを放出して中性子になる現象。 正のベータ崩壊、陽電子崩壊とも呼ぶ。一般的に、陽子過剰核、すなわち、安定同位体よりも中性子の少ない各種で、ベータ崩壊が生する。クオークのレベルでは、次のように表される。原子核内で起こった場合、原子番号が一つ小さい元素に変化する。陽子が、軌道上の電子を捕獲して中性子に変わり、電子ニュートリノと、 特性 X 線を放つ現象。β 粒子は放出しない。イプシロン、または EC、エレクトロンキャプチャーと略される。書籍によって、軌道電子捕獲と記述されることもある。原子番号が一つ小さい元素に変化する。崩壊のメカニズムは大きく異なるものの、原子番号が一つ小さい同重体となる結果だけを見れば、β 崩壊と電子捕獲は同じものと言える。 ベータ崩壊がほぼ同時に2回起きる現象。1回のベータ崩壊が原子核の質量が増える変化であるため起こらず、ベータ崩壊が2回起きると質量が減る。原子核に起きる。非常に稀にしか起きない現象であるため、半減期は非常に長い。単に通常のベータ崩壊などが二重に起きる。ニュートリノが粒子と半粒子が同じである。 マヨラナ粒子である場合などに起きる現象。標準理論では起きない現象であり、2006年現在未検証である。この崩壊を観測することにより、ニュートリノの質量やスピンについての不明な点が解明できる可能性があるため、研究が進められている。なお、前述のマヨラナ粒子が関係するもの以外に、超対称性などが関係して起きる可能性も示されている。 ニュートリノが、マヨラナ粒子である場合、例えば次のように二重 β 崩壊が起きる、可能性がある。結局、全体では次のようになるので、ニュートリノは放出されない。各種によっては2つ以上の崩壊モードを持つものがあり、特有の確率でいずれかのモードで崩壊する。一般的に、陽子数と中性指数が共に、偶数の方が安定であり、そのように安定な娘各種が、 複数存在する場合に、そのようなことが起こりやすい。ここに記載した例はすべて、親各種の陽子数、すなわち、原子番号が、奇数のものである。塩素 36, 半減期30万千年、イリジウム 192, 半減期73.83日、アルミニウム 26, 半減期71万7千年、カリウム40、 半減期12億7700万年要素126、半減期13日。ビスマス210、半減期5.013日。アクチニウム227、半減期21.77年。ベータ崩壊後の原子核が不安定な場合、さらに崩壊を行うことになり、数種の同渋体を経由する改変系列を形成する。特に核分裂によって生じた。 各分裂性生物は、陽子数と中性子数との均衡を書いており、両者の均衡を保てるところ、β 安定線まで β 崩壊を繰り返す。R 過程は、魔法数を持った中性子過剰核が同様のことを起こすことで、各種分布の山作るという仮説により推定されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。